今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ。今回はいつも本当に忙しそうな山田氏屋さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、今日は本当に人が多いなっていう感じですが、もうこれはもうここ何年間はそうですよね。どうですかね、はい、今日は特に多いですね。あ、そうですか、はいはい、そして今日伺いたいのは、はい、この英語力を駆使した、販売力それをちょっと伺います。はい、抹茶もおばん茶は有名なんですが、抹茶を売ってらっしゃるんですよね。はい、これ抹茶はどういう方が買われるんでしょうか。常連さんも買われますし、まあ、海外から来られたお客さんも来られます。はいはい、海外の方は、はい、抹茶はどんな風に使用するというか飲まれるんでしょうか。全然知らない人もいます、はい、中には粉やっていうのを知らない人いますし。あ、そうか、はい、どれが抹茶やとか言ってグリーンリーフ、リーフを抹茶、どれが抹茶やとか聞く人も中にはいるんですけど。そうですか、はい、そしてそういう時にはどんな風に説明されるんでしょうか。まずは抹茶は粉ですよっていうのは教えてあげますね。はい、でティーセレモニーやね、まあ、お茶事として使うっていう、立てて使うんですよっていうのを。立てるって難しいですね。教えないとわからないんで。はい、この、可愛らしい絵、ちょっと今日はご説明願えますでしょうか。はい、これ持っていただけますか。はい、はい、どんな説明がされてるんですか。これはお抹茶をこう茶筅で立てるっていうのと、はい、茶筅で立てる、それもわかりませんね。はい、茶筅ってなんやっていう感じで。まあ、これ何ですか。茶筅バンブーリスクよね、これね。はい、バンブーウィスク、茶筅です。あ、そうなんですね、うん、はい、そしてで、まあ、それをどうするんでしょう。もう泡立ててくださいっていうこと書いてあるんですよね。はい、はい、そしてそれがまあ本来の立て方、立てるってどういうことかっていうことが、まあ、そう泡立てないとダメやっていうの分かってないと思うんです。あ、そりゃそうですよね、はい、はい、で簡単に使う方法、どうするんでしょう。まあ、これまあ言えばグリーンティーやね、いわゆる、はい、甘いやつとか、抹茶入れて、あといろいろ楽しむことができるよっていうことも、うん、簡単にできますよっていうの、はい、まあ、この素晴らしいフリップというか英語の絵を描かれたのは一体どなたなんでしょうか。はいはい、すいません、私が描きました。はい、素晴らしい。まあ山田氏屋さんにぜひ皆さん、日本人の皆さんもぜひ来てみてください。そして英語で質問してみてはいかがでしょうか。困ります。ありがとうございました。はい、